ヨハネスブルグ、ヨハネスブルグ、南アフリカ、英語は、南アフリカ共和国、ハウテン州にある都市、都市圏、同州の州都である。同国最大の都市であり、人口は2011年で約443万人。2011年の近郊を含む、都市圏人口は755万人であり、同国第一位、アフリカでは、第四位である。アフリカを代表する、 世界都市の一つであり、アメリカのシンクタンクが2017年に発表した総合的な世界都市ランキングにおいて世界53位の都市と評価された。アフリカの都市では主位である。また、2016年に発表された世界の都市総合力ランキングでは世界42位と評価された。都市の GDP は1100億ドルで南部アフリカ第一位である。 アフリカ最大の証券取引所であるジャスの所在地でもあり、アフリカ最高の金融センターと評価されている。ヨハネスバーグとも表記される。名称の由来は、確証が得られないが、1886年の銀行発見の際に測量のため派遣されたヨハネスマイヤーとヨハネスリシックの名にちなんでいるという説が知られている。ブルグは、アフリカンツ語の古語で、要塞都市を意味する。 英語読みだと、ジョーハニスバーグ、アフリカンス語読みだと、ヨハネスブルフとなる。略称として、ジョジ、ジョバーグ、ジョニ、ゴリー、ジョス、JHB などが用いられている。日本の高校生向け地図帳などでは、ヨハネスバーグと表記しているものもあるが、これは、英語読みとアフリカンス語読みが混在したもので不適切な表記だと指摘する声もある。 19世紀半ばまでは先住民族である三人による小さな集落の一つであった。1853年のトランスバール共和国の成立以降も開拓のためオランダ系移民の防ア人が定住したとはいえ大きく変わるものではなかった。1886年、ウィット・ウォーターズ・ランド、白水の峰を意味するアフリカアンス語の金鉱脈が発見され、 アフリカ各地からの移住者が増加した。一方、かねてより自国の南ア拠点である、ケープ植民地の勢力慎長を狙っていたイギリスは、この機会を捉え1890年に、セシル・ローズ率いる入植民部隊を南ローデシア、現ジンバブエに投入、近郊の利権をめぐって、ボーア人側との緊張を高めていった。この結果として19世紀末から20世紀初頭に、 かけて戦われたボーア戦争において、イギリスはボーア人に勝利して、均衡を抑えた。その後、イギリス人とボーア人は、和解、黒人の権利を踏みにじり、鉱山労働などで酷使する、アパルトヘイト政策、1948年から1994年を施行した。アパルトヘイト統治時代、市内は、アフリカーナー、アア人とイギリス系が住む、 白人居住区とアフリカ系やカラードなど有色人種が住む黒人居住区に分断され、黒人の白人居住区への立ち入りを厳しく制限した。ことに、1959年のバントゥー実促進法の交付にあたっては、ヨハネスブルグにおいてもアフリカ人居住地域、ソフィアタウンが取り壊され、約6万人の住民が地域南部のソエトに強制移住させられた。 白人居住区には様々な優遇政策が実施され、ソエトの住民の不満は高まっていった。1976年に至り、学生を中心としたアフリカ系住民による大規模な暴動、ソエト放棄が勃発、国内外に波紋を投げかけることとなった。この事件を一つの契機として、アパルトヘイト政策は曲がり角を迎え、 1993年にようやく全面廃止されるに至った。この廃止を受けて、旧白人、黒人居住区間の移動制限が撤廃されたため、1990年代には職を求めてアフリカーナー居住区に多くのアフリカ系とカラードが移住した。しかし現実には彼らのほとんどは職を得ることができなかったため、一部の失業者による犯罪が多発し、 市内の治安が極端に悪化している。2000年、周辺の自治体と合併し、ヨハネスブルグ首都試験が発足。2002年、持続可能な開発に関する世界首脳会議が開催された。これは、1992年にリオデジャネイロで開催された地球サミットを受けたものである。この国際会議において、持続可能な開発に関するヨハネスブルグ宣言が出された。 しかし依然として、経済や治安の悪化、貧困、エイズ問題などの不安材料は、近代都市、国際都市としてのヨハネスブルグの安部であり続けている。南アフリカ東部にある標高が1753メートル、5751フィートの高地に位置する。周辺地域は、ウィットアウターズランドと呼ばれる小さな峰で、北部や、 西部の郊外は起伏のある丘がある一方、東部の都心地域は平野である。10月から4月の夏の期間は乾燥した陽光に恵まれて、午後遅い時間に時折激しい雨が降る。ヨハネスブルグの気温は通常穏やかで、夏の1月でも最高気温は摂氏26度で、冬の6月でも最高気温は平均して摂氏6度である。冬の間は時々気温は 深夜に凍えるほど下がり層が降りる場合もある。雪は滅多に降らず、1956年5月、1981年9月、2006年8月に経験したくらいである。2007年6月27日も降雪があり、その時は約10センチメートルの積雪があった。年間平均降水量は713ミ、mm、リメートルで、そのほとんどが夏の期間に降る。 その雨の勢いは凄まじく、道路が冠水し、衛星放送が見られなくなるなど、市民生活に影響があるほどである。豪雨は、雷や氷を伴うこともある。ヨハネスブルグは乾燥した気候にもかかわらず、六百万本もの樹木がある、世界最大の人工林、非商業的での都市と言われている。ほとんどの樹木は、都市の北側に、 工業のため19世紀に植えられたもである。この地域の開発は、ダイヤモンド鉱山などを牛耳るドイツ系移民の起業家、ヘルマン・エクスタインが開発していた。彼はこの辺りを、フォレスト・エステイツ・サクセンウォルドと呼んでいた。その名前も、サクセンウィルドに代わり現在は、郊外の地名になっている。第一次世界大戦中、白人居住区はこの地域に移り、森林も保持され、 新しい木も植えられたが、現在は北側の開発が進み、多く樹木が伐採されている。20、30年のうちに多くの森林が失われることが危惧されている。なお、ヨハネスブルグは自称ながら、世界一雷の多い町と呼ばれる。アパルトヘイトハイシーゼンは、市内は人種居住区別に11の行政区、アフリカーナー行政区なのアフリカ系。 カラード行政区4が設置されていた。行政区域は極めて非効率的で、市政府は税支出の90%をアフリカーナー居住区にアフリカ系やカラード居住区への税支出は10%に過ぎなかった。1995年アパルトヘイト廃止に伴い成立した市政府は税支出の民族別不均衡の是正に取り組むと同時に 民族別居住区の撤廃を実施した。1999年、地域の拡大を行い、ヨハネスブルグ市都市圏は発足、市内を民族構成や地域構成をもとに、約30万人を目安とした、新たな11行政区、109地区に再編した。2006年2月、市政府は、行政サービスの効率化を図るため、市議会の議決を経て7行政区へ再編した。 ヨハネスブルグは世界で最も治安の悪い犯罪都市の一つとされる。実際に南アフリカは都市部での犯罪成功が強い。主要都市が所在する3州、ヨハネスブルグを含むハウテン州、ニシケープ州、クワズルナタール州で南アフリカにおける殺人事件の59.1%、住居侵入強盗事件の73.5%、 性的犯罪の56.4%が発生している。さらに、南アフリカ全体での犯罪件数も多く、殺人が年間15,940件、1日、あたり43.6件、殺人未遂が15,493件、1日、あたり42.4件、武装行動が万千四百六十三件、一日あたり十七点九件、 強盗54,883件は、1日当たり150.3件、合姦を含む、性犯罪は66,196件、1日当たり181.3件、発生いずれも2011年発表の犯罪統計。これらの数字及び被害者の数の多くは、ギャング同士の抗争や酒場での喧嘩が原因で、 観光客がこの被害に遭うことは稀であるが、ヨハネスブルグでは昼間であっても、犯罪多発地区への立ち入り非常に危険である。ヨハネスブルグには、アパルトヘイト廃止後、職を求めて国外からの不法入国者を含む多くのアフリカ系とカラードが一挙に流れ込んだ。しかし、アパルトヘイト時代の黒人に対する教育環境は非常に貧しく、 筆識字者はもちろん算数の初歩程度の知識すら許さない者も,も多い。南アフリカに隣接する国家から流入する者も,も同様である。こうした黒人たちが高層ビルの林立する近代都市で職を得る機会はかなり乏しい。その結果一部のものを犯罪へ借り立て多くの犯罪組織が作られることとなり治安は急速に悪化した。これを嫌った白人富裕層は ヨハネスブルグからサントンなどの近郊へと職場、企業も銃も移した。こうした悪循環でますます仕事の機会がなくなり、ついには街の一部、ヨハネスブルグ中心部等は完全なゴーストタウンと化した。写真にある近代的な高層ビル群や高級マンションには逃げ出した白人たちに代わって、市街地に流れ込んできた食のない黒人たち、周辺諸国からの不法移民含むが、 不法入居者として住みつき、麻薬取引をはじめとする犯罪の温床と化した。蒸気展望写真からも明らかなように、近代的なビル群が林立する割には、車道の交通量が不自然に少ない。南アフリカの都市では、経済的な貧困に加えて、すでに死因の一位となっている、エイズ蔓延による深い絶望感、さらにアパルトヘイト時代に鬱積した、不満の反動とが複雑に絡み合い、 重機が簡単に入手できる環境から、実に簡単に殺害行為が引き起こされるようになってしまった。犯罪に手を染めるマフィアの縄張り争いや、金銭のトラブル、または、酒場でのさかいなどが主な原因となっている。とりわけ、ヨハネスブルグ中央部界隈の治安の悪さは、戦時下にない地域としては、世界でもワーストクラスとなってしまった。どの店でもショーウィンドウには、 鉄格子が据え付けられ、治安の悪い地区には、有志鉄線が張り巡らされた商店もある。治安の悪化とともに、富裕層から中産階級層のオフィスや居住地は、北部の山東地区などの郊外へ移転し始めた。こうした地区の中心部には、ホテルが併設された大型ショッピングセンターが、いましている。これらの高級施設は、高圧電線。 窓の鉄合子、電子防犯装置、重火器で武装した警備員と警備犬の常駐により治安が良好に保たれている。日本の外務省からは南アフリカに対しては危険情報が出されているが、ヨハネスブルグはその中で一項目として挙げられている状態でダウンタウンやヒルブロー地区については可能な限り公輸送機関の利用は避け、 同地区には立ち入らないようにという勧告も出されている。ヨハネスブルグでは自動車での移動においても交差点の赤信号にて停車した日本人ドライバーがガラスを折られて助手席の荷物を取られるという事件や乗用車の故障のため高速道路の脇に車を止めて車外に出たドライバーがギャングに殺される事件が発生している。 ヨハネスブルク警察は治安の悪化を改善すべく防犯カメラを中心部に多数設け24時間監視を開始した。中心部は改善が見られたものの犯罪グループの活動拠点が中心部から移動し治安の悪化がカメラの設置されていない郊外部に拡大した。近郊山の開発によって成立した町で現在でも市の境界線近くで 多くの金鉱山が創業しており、鉱山会社のほとんどもヨハネスブルグに本社を置いている。しかし、一世紀以上にわたって、年間生産量第一位を誇ってきた南アフリカの金鉱山は、採掘行動の長大化、深部化によるコスト増により、生産量は2009年時点で、米国に次ぐ世界第四位となっている。現在のヨハネスブルグの主産業は商業及び金融である。 ジャスはアフリカ最大の証券取引所であり、銀行や製造業の企業の多くもヨハネスブルグに本社を置き、外国企業の支店も多く立地している。鉄鋼やセメントを中心とした工業も盛んである。また、南アフリカの経済の中心地であるため、テレビ局や新聞社、出版社も多く、文化の中心ともなっている。2011年の国勢調査によると、 ヨハネスブルグ大都市圏の人口の76.4%が黒人、12.3%が白人、5.6%がカラード、4.9%がインドアジア系となっている。旧ヨハネスブルグ市内人口100万人では2001年時点で人種がは黒人48.7%、白人22.9%、カラード17.1%、 インドアジア系11.2%となり白人が比較的多い。また富裕層が多く住む治安が悪化したダウンタウン地区に代わる業務拠点地区となっているサントン地区では白人が60.6%を占める。一方、ソウエト地区では黒人が99.3%を占める。2001年の国勢調査によると言語については ヨハネスブルグ大都市圏の全人口の32%が南デベル語、ツール語、コサ語など、24%が外語、北外語、ツワナ語などを、18%が英語、7%がアフリカアンス語、6%がベンダ語などのベンダ諸語を家庭で話しているなど、非常に多言語な都市となっている。旧ヨハネスブルグ市内人口100万人では、 英語が37.12%、ズール語が17.31%、アフリカンス語16.02%と、市中心部周辺ほど英語が主流となっている。また、サントン地区では、言語は、英語が65.1%と、半数以上となっている。一方、ソウエト地区では、言語は、ズールー語が40.9%、外語18.3%、 ント、コサ12.4%、三パー10.3%となっている。OR ーーンボ国際空港、旧称、ヨハネスブルク国際空港があり、これが、南アフリカ共和国の空の玄関である。鉄道、高速道路も、各都市を結び、よく整備されている。新大陸の都市としては、網の目のように、メトロレールという屈指の近郊列車網が敷かれているが、 治安の問題がある一方2010年に開通した空港や市内の3トン地区プレトリアを結ぶ近郊列車のハウトレインは外国人でも安全に利用できる中央駅であるにはメトロレールハウトレインの通勤列車のほか長距離列車を運行するショショローザメールのターミナルとなっておりケープタウンやダーバンイーストロンドンなど国内各地と結ばれているしかし 観光用の豪華寝台列車である、ブルートレインとロボスレールは、治安の問題により、プレトリア駅発着となっており、ヨハネスブルグパーク駅は過ぎする。都市内の路線は、メトロバス車によって運行されており、年間、約2000万人の旅客を輸送している。また、サントン地区に本社を置くパコ車は、都市圏郊外においてもバス路線を展開している。 国内最大の OR 田んぼ国際空港のほか、国内戦線用のランセリア空港、小規模空港である、ランド空港、がある。ヨハネスブルグには、公立、私立ともに、質の高い大学がある。2005年1月、ランドアフリカーンス大学、ウィット・オタズランド工科大学、ビスタ大学の3つが合併し、ヨハネスブルグ大学が設立された。この大学では、 英語だけでなく、アフリカンス語でも教育が行われる。市内には、日本人学校である、ヨハネスブルグ日本人学校がある。FNB スタジアムが2010年に開催される、第19回 FIFA ワールドカップの決勝戦を行う、ファイナルスタジアムとして決定されているが、命名権を持つファーストナショナルバンクの FIFA スポーン権利範囲が国内に限定されるため、 大会中は、スタジアム名を、サッカーシティスタジアムに変更した。またジェフリーズベイと呼ばれる、世界屈指のサーフポイント。世界大会、WCT も、毎年行われている。また SA テニスオープンも開催されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。